はいどうもー、淡島清志郎です。おはようございます。ということで、今7時前。いやー、チョコレートスモーカーズについて語るわ、ってことでね。いやー、その俺だと話したいこといっぱいあるんですよ。やっぱチョコレートスモーカーズ。最初のよりも、ジョンレのさんの時はすごく良かったですよね。ケビンさんだっけ、アレックスなんだっけ。あのー、このね、あのー、まあ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 、可愛い,い系の雰囲気が出てる方。 これ歯がオーストラリアじゃない方。違う、オーストラリアじゃねえ。なんだあれ。ウリアだっけなんだっけな。ウルルだ。歯がウルルじゃない方。マウンテンロックだっけな,なんだっけもう、それ、ウルルじゃない方歯。前歯がウルルじゃない方な。その、と一緒に行ってた方がまだ良かったんじゃないかなってもう。あれアレックスが最初からいたのかな知らねえ。ああ、でも最初の方が面白かったっていうのはね、確かなんですよ。 やっぱりその、ジョンレのほぼ8割とかで出てった方が、やっぱあの方が面白かったっすよね。その、目立たずみたいなの。あれが良かったと思います、やっぱり。うん。うん。やっぱそうなんですね。最初は面白かったっすよ。今は本当つまんないっていうか、やっぱつまんないもんはつまんないっすよ。その、人の悪口とかじゃなくて、やっぱり、 はっきりとつまらないものはつまらないって言うんですよ。まあ主観的な考えなんですけどね。ジョン・レノさんが面白いかって言われたらやっぱくどい。あの、くどいっていうかね、なんつうかその、いや、2回目見るかって言われたらし地ビールと一緒ですよ。飲んだことないですけど。こう、特産品の何々なんですよっていうのがジョン・レノさんだと思うんですよね。1回目は美味しいって思うけど2回目はですね。俺地ビール飲んだやつみたいになっちゃってんじゃねえかよ、未成年でよー。 な飲んでねえからな。いや、ほんと最高だわ。朝だから俺大きな声で喋れるんだよ。<laughs> すげえ顔したの。やべえよ、マジで。犯罪者。いやー、マジ犯罪者だしは、まずゲルディ。はい、ということで、そのねなんか、何話してたか知らねえけどさ、あのー、でこひれえな。結構でこひろい。え、まあね、チョコレートスモカガーと面白くないと。 企業案件ばっかなんだけど、なんで企業案件が多いかって簡単ですよ。シルバーって事務所が3人しかいないから。でそれで中でも2人く、だってチャンネル登録者数全然いないし、3組しかいないんでしょシルバー。か全員つまんねえよな、シルバーって。いや、ぶった切るよ、俺は。キー入ったやつ全員つまんねえよ。まず、ノーブランドって何 あ、俺、ノーブランドの売名させてくださいってい動画に、売名してんだけど、今質問コーナーしたいんですけど、と言いながらこの動画出しちゃう。やばいよね。意味わかんないよね。その売名のチャンスを逃そうとしてるけど、いやー、その、まず、いや、その、浩平さんってあんま見たこと、あんま面白いって思ったことないんでな。ちょっと、あ、これ面白かったっていう動画探すわ。浩平さんと。 コウヘイさんのな、ノーブランドで,でまず俺、コマさんがね、やっぱ気持ち悪いんですよ。うん、コマさん。んコマさん、タマさんじゃねえよ。なあタマさんみたいになっちゃっよノーブランドでいいか。モンブランみたいに言うな。おすごい、かっこいいロゴになってる。あ、これならいいわああ。かっこいいわ。コマがほんとダメなんだよな いや確かに、あの、キャラとしてはすごくいいんですよ。なんでかっていうと、今までにはない新しい、その、キャラなんで、その、キャラのニューっていう、ニューチューバーって呼んでるんですよ、俺は。ニューチューバー。やっぱ新しいユーチューバー。新しいことをしてるユーチューバーで。キャラで言ったらニューチューバーなんですよ。でもほんとつまらないよね。コマ、コマ、コマ、コマって。な、んやねん、お前それよ。って いやーまた喧嘩強ついなこれひかりさんと同じ案件の仕方じゃんあ案件じゃなかった恥ずかしい恥ずかしいなカモンカモンベイペンナオカモンカモンベイペンベイペンナオカモンカモン

もう3年やってんだなぁ。浩平さん。いやぁ。ノーブランド。モンブラン。いやぁ、まあ、はっきり言ってノーブランドも面白くないですけどね。まずシルバーのやつは全然面白くないやな。うん。なんか、東京コンセントマジックも、ボブは、あの、僕の小学校の頃の、 田中くんっていう同級生に似てて、もう片方を才能のない深瀬みたいな。才能となんか良さを、顔の良さを抜き取った深瀬みたいな顔してるよね。もう、ん、<laughs> ね。顔もいい風な、まあまあ、まだいいところも取られちゃったっていう、取り絵なしっていうね。取り絵を取られたっていう、ね、やべえよ、それ。なも地獄じゃん、そんなん。っていうのが東京コンセントマジックだと思ってて。 いやー、なんか、いいよなーって思いますよね。運だけで有名になる。でも俺が最後に勝つからな、おみやら。俺は多分ね、あのー、俺のね、独自の笑いすぎてみんながね、みんなに褒められないんですよ、YouTuber に。でも最後チャンネル登録者3000億とか言ってますから。最後に俺立ってるのは俺なんだな、おみやら。 ということでね。ちょっと、ちょっと気持ち悪い感じになっちゃいました。そこんところ許してちょんまんげ。マイッチング。えー、お金がお金、うんあ。東京コンセントマジックだ。いや、東京ってやろう。で、チャンネル。 出たポーズも気持ち悪いしなないこれなあ,あこれ気持ち悪いな再生回数ひどすぎないあ9万人かいやーひどいないやーまずはこいつら始まってもねえしなうーんほぼさあのー、まあチョコスモのおかげでまあ人気になってでキャラもないし 顔もムカつくし。何やそれっていうような奴らばっかだし。で、再生回数は、なんか損する系じゃないと、再生回数が出ないよね。あ、でもむ、昔はちょっと前までは全然再生回数取れてないな。 東京コンセントマジックフォーカス。再生回数2億くらい行け。1 5 0 7ふざけんな。俺の方が絶対面白いんじゃ。なあ。ああ、じゃあ分かったよ。俺のことつまんねえってやつ、タイトルで終わらせてやるよ。まあ、タイトルめっこだ。やべえだろ、こんな。な透明な、かっこ行天かっこ閉じ。 透明なミルクティーを飲んだら、体の血液が死にかけたって。なやそれって体の血液が死ぬってなやそれ新しい日本語作るな。で、一君に禁断ボーイズの復帰はいつになるのか抜き打ちで聞いたら殺されかけた。よく殺されかけんなお前は。で、再生回数10回くらい。なんかどうせノーブランド信者のやつが見に来たんだろクソつまらんわーってコメント。施設帰ってきたかな。 おい返せよお前クソつまらんわって、宇都宮裕太。なあ、お前。あ,あこれ、酒豚だ。差別、差別。おにぎりうめえ。クソつまらんわ見てくれて、超ありがていいんだけど、他の動画も見てくって。うち、屋上なんだけど、焼いてくないみたいなノリで言うな。はい、ということでね。まず、足かせ TV って面白すぎるだろ。 お前ら、アシカセ TV って聞いたことあるかお前ら。なあ。なんでアシカセ TV のテーマ機が一番再生回数だけんだよ。怒ってる、怒ってる。宇宙一面白いソフトクリームを食べる動画。ま、あそこそこ面白いですよ。俺がね、スカイピース丸パクりしすぎでしょって。結構定評がついてるんですよね。おいパクってんのはさ、本当だろうがよ。 なんだよ、おめえら。条件反射的に低評価をしやがって。あ、ヒカキンさん元暴走俗説って面白いだろ。で、ニンテンドースイッチ放送事故も、これも俺結構好きなんだよ。何が面白いかってこれな。入ってないんだよ、中身。中身入ってないけど、その、どうもこんにちは、ヒカルです、みたいな感じでやったら、 あの中身が入ってないっていうボケ。ね。それボケじゃん、ボケ。なあ。ニンテンドースイッチなんかやるかな <laughs> なんで怒ってんだよ。もう、ニンテンドースイッチ。ね、意外に、ね、再生回数がいいの、ね。めぐりずのホットアイマスクを紹介してみたってことで、ね、で、このオチはどういうことかっていうと、このクソ商品がって投げたら、えー、っと、その、 毛布とかの木とかのあるとこに投げちゃって火事になっちゃったよってオチなんですよ。もうこれだけ見てもやべえやろ。なあ。あ、おにぎりうめえ。これはね。あのー、あれですよ。おこれはその、おにぎりうめえって言ってる人いるじゃないですか。あの、いや、バナナうめえって動画。あ、なんだ、びっくりした。俺の動画と思った。そのね。 あ、月曜から夜更かしのおにぎりうめえ耐久おにぎりうめえってやつでしょそのまねです、えー、ゆなちゃんのあいせつのものまねっていうのはこれ結構面白いですよ再生あ評価しとこ自分でこれめっちゃ面白いぞ言っとくけどなどうもーゆなです ピンポン何したじゃんお前んって。人などにピンポンダッシュしちゃったかって。っていうネタです。で、ピンポンダッシュしてもこっちにいるから、何なんでお前逃げないやピンポンダッシュならへんやろピンポンすえきやろっていう、あの、勢いだけのネタ。でも意外に面白いでしょ。ピンポン、ここがね、インターホンだったっていうギャグだよ。面白いだろどう考えても。相方シリーズ、みんな全然見てくれてないんだけど。 俺の最高傑作シリーズ、相方シリーズ。なあ、こんな面白いな。どれくらい面白いかっていうと、あれだよ。カリスマブラザーズのアメリカ横断くらい面白いよ。ケミオの動画最後まで見るチャレンジって、ケミオの動画が、あの、クソすぎて見なかった、あの、最後まで見れなかったってやつね。そういうやつ。 恥ずかしい動画ってみんな見んだなあ高評価2個押されてるなんでだあこれそうだあの体を張った一発ギャグなんだよああおしっこくせやばなやばいやば これは恥ずかしいわうんまあみんなも見てくださいねあと1000回で俺は収益をゲットできる俺はなあと1000回生数まあ,あと993回生数ちょっと待ってダッシュボードで最新見るわあと993回再生されたからなそっからもう花の YouTube ライフが始まるんだよ でも意外にすごいのが視聴回数月間で1323取れてるってところすごくない意外に意外にすごいよね、うん、意外にすごい意外にすごくないやばくない ?1000 回取れてるってねいやーやっぱ積み重ねでここまで来ましたよあと993回チャンネル登録者もね2人増えたと思ったら1人減ったよ 顔を歪ませる能力者頭めっちゃかゆいあーかゆいかゆい血が出ちゃうよということでね ま、そろそろね、あのー、ま、あいろいろやっていきます。あのー、親のチャンネル、親の、あの、YouTube アカウントで、のやつで、俺のね、チャンネルを解除したらね。ということでね、あのー、なんか朝のね、<laughs> 俺、眠たいとき、べらべら、べらべら喋れんのよ。あ、口く,くせ。あー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 く 世界一早く駆逐せって言えるギネス記録レコードギネスレコードいし者どうもはじま司ょうですあーもうみんな痛い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 たやられた言って体の脇の出来もんやられたあーこれ追決だったらバンで今今宿でだから でも YouTube だから多分大丈夫とか言ってねなんか Twitter 規制厳しくなるらしいよねアニメアイコンとか言ってでも俺多分傑とけ傑される理由なんでかってあの久本正彦の頭がパーンの画像がね俺のメディアのところにすぐ出ちゃってるからやべえよマジで頭がパーン あなたか好きキラキラ節のブシでもラファエルさんの昔の動画ってすごい俺ね思い出にあるんですよなんでかって俺その動画見たせいで親にパソコン取り上げられたからねあの動画俺がねこの部屋を最強の引きこもり部屋に改造して テレビに Amazon プライムのやつやってそれで YouTube 見ながら寝てたのそしたら親,親に叩き起こされた <laughs> ラファエルユースマジいやそれは違うあー今日もガン割ってんね頭かゆマジででここら辺描くとねなんかイボみたいなのがあって痛いんいんでイボって言った方が伝わりやすいだろイボじゃねえんだよほんで それにしても顔でけえな。やべえよ。ちょっとなんか、ちょっとした B 級ホラー映画より怖えよ。やべえじゃん、それ。B 級ホラー映画。2時間とかの作品を見せられるより俺の顔面の方がでかくて怖いってやばくね、それ。それもう生物兵器じゃん。人間兵器だよ、それはやべえよ。 こね、かゆくてこんな顔になるってわざとじゃないですけどね意外に真面目にやってるけどこんな顔になっちゃうあーもう俺今日そろそろ寝るわほんと変な顔になるんだよねああかきすぎるとやべ血出てきてなんか頭痛くなってきたからくのやべよ いやちゃんとシャンプーの。わ、あ、待ってる。わ、面白いはげてる <laughs> こうして、こう。あ、はげたわ <laughs>、ほら、ここ、生え際を作ったんですよ、俺。ということで、ごろろさん <laughs>